時刻は8時18分に今なりました。第2木曜日のこの時間は岡山市長の大森ラジオのコーナーです。今朝も大森雅夫岡山市長にお電話がつながっています。大森市長おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。さて、岡山市ではコロナ禍で疲弊した経済を立て直すためにこれまでも様々な経済喚起策を実施してこられました。今日はその中で路線バス、路面電車の運賃無料デー、そしてスマートフォン決済ポイント還元事業、こちらについてご紹介いただきたいと思います。事業の中身をご紹介いただく前に経済喚起策が必要となっている背景からお話しください。はい、もう皆さんご存知のように、はい、新型コロナウイルスの蔓延による影響、特に、飲食店、公共交通など相当の影響が出ております。はい、またロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、物価高、原油とかですね、はい、それから食料、さまざまなところにその物価高が生じており、市民生活大きな影響を期待しているというような状況ですね。はい、我々としては補正予算などを編成して、この経済喚起に躍起となっているという状況であります。そうですよね。実家暮らしの私でもいろんなところで高くなったなっていうところを感じるんですが、やっぱりこうガソリンなどでも物価高っていうところを感じますね。そうですね。はい、でご紹介いただく2つの事業、事業者にもそして消費者にもメリットがありそうですが、まずは路線バス、路面電車の運賃無料で、こちらについてお願いします。はい、まずですね、はい、一部でも、岡山市内を運行する路線バス、そして路面電車のすべての便を無料化するものです。例えばね、はい、赤岩市から岡山に来る、という場合、はい、赤岩市から赤岩市分どうなるかっていうようなことを考える方おられると思いますが、赤岩市から岡山に来てもその赤岩市分を含めて全体が無料になるということでありますし、はい、で岡山 市民に限定しませんし、何回でも無料で、利用できる、こういうメリットがありますね。そうなんですね。はい、無料化に加えて何回でも無料で利用できる、これはありがたいですね。そうだと思いますよ。で昨年は11月12月に実施されていましたが、その効果はいかがでしたか？そうですね、まずね、じゃあ11月の、はい、利用者の話を言いますと、はい、7万3000人が利用されましてね、通常の利用者の 2.4 倍でありました。はい、で、じゃ あバスに乗ってどこに行ってるか、いろいろな行き場所があるでしょうけれども、はい、例えばね、天満屋は来店者数が4割増し、高島屋も3割増しということで、はい、商業施設の方にも大勢の方が行かれているようですね。はい、なるほど。そういう結果がこの数字としても現れているということで、やはりね、たくさんの皆さんが利用された、そんな結果が出ています。公共交通の利用者の増加にとどまらず、消費の後押しにもこうつながっている、そんな感じがこの数字からもね、わかるんですけれども、今日この事業をご紹介いただいているということは、今年度も実施されるということなんですね。その通りです。まずはね、はい、7月は24日はい、第4日曜日ですが、実施させていただきます。それからね、12月にかけて、8回、実施するということになります。そうですか。今月から12月まで毎月実施してくださるわけなんですね。やっぱりこう公共交通を助けるだけではなくって、消費者の私たちにとっても本当に嬉しい事業だなと改めて感じています。はい、ありがとうございます。はい、我々としてはね、基本は第4日曜日ということでありますが、10月だけはね、さまざまな行事の関係で、はい、第5日曜日。あ、そうなんですね。はい、はい、その他ね、11月はね、さまざまな行事があるんですよ。はい、例えばね、岡山城がリニューアルオープンする11月3日とかですね、
西側の保護点、がありますから、11月の20日にも実施、するということであります。で、その時に、経済の方も、ね、一緒になって、盛り上げていただければと思っておりまして、はい、商工会議所ではですね、約400店舗を対象に販売促進活動を呼びかけてます。無料で当日の協力店舗のサービス内容については、はい、特設のウェブサイトで、紹介する、そういう仕組みを取っていくという予定と聞いております、はい。なるほど、そうなんですね。ではね、本当に秋となると涼しくてこう過ごしやすい季節にもなりますし、また11月は岡山城リニューアルオープンなども含めて本当にたくさんイベントも行われますから、そこに向けてということなんですね。そうですね、岡山城も大きくありますからね、はい、皆さん楽しみにしておいていただければと思います、はい、そうですね。まずは来週末ですね、今月24日日曜日ということで、私もディレクターも普段は車なんですけれども、ぜひこの機会にバスを使ってみようかなという話をしております。はい、はい、ありがとうございます、はい。そしてもう一つの事業なんですが、スマートフォン決済ポイント還元事業、こちらについても教えてください。はい、今回で4回目の実施となります。はい、飲食店スーパーなどでね、スマホ決済による支払いに対して、岡山市がポイント還元していこうということでありますが、はい、還元率はね、決済額全体の 20%、はい、還元総額8000円、1回の還元額上限は1000円ということになります、はい。過去3回の実績もですね、多くの経済波及効果があったことが、検証されております。決済ポイントの還元事業やると消費も相当後押しされるということが分かっておりますので、我々も今回もう一度やってみようと踏み切ったところであります、はい。前回はね、3社で、ありました。川田さんもご利用されましたか？もちろん私もしっかり利用させていただきまして、PayPay はこれが始まってから登録しましたし、あとは auPay も使って、はい、もうしっかりと、はい、利用させていただいたんですが、やっぱりこうなんていうんですか、使った後に帰ってくるとなんかこう数字としてしっかり現れるので本当にお得だなっていうところが感じられて、今回も楽しみにしているんですけれども、ありがとうございます。はい、今年度も実施されるということなんですが、今回はどうでしょうか？そうですね、まず最初は1社だけにしたんですよ、PayPay、はい、そうなると PayPay に集中していくっていう、まあ、公平感がちょっとないんじゃないかっていう話もあり、またPayPay の対応ができてない、そういう店舗もあるので、第3弾では3社、はい、PayPay、D 払い、そして auPay、 3社にやったんですが、はい、どうもね、職員また市民の皆さん方からもね、金銭管理ってやっぱり3社はなかなか難しいということで、はい、今も川田さん、はい、auPay と PayPay のインターを挙げられましたよね。はい、だからまあマックス2社じゃないかっていう話もありまして、今回は2社で実施をするということになってます。そうですよね、確かにこう分散することはいいことでもあると思うんですが、使う側からしてもちょっとよく分かんなくなってきちゃって、まあ、2つがちょっとねいい感じに使えるのかなと思うので、今回は2社で実施されるということなんですね。はい、そうです。はい、で実施期間では教えてください。はい、11月1日から1ヶ月を予定してます。あ、11月1日から少し先なんですね。はいはいはい、はい、11月を予定される理由っていうのは何かあるんですか？やはりね、今、はい、公共交通の無料デーの話をしましたけれども、はい、そこでも11月多く実施させてもらうんですが、先ほど言った岡山城のリニューアルオープン、また現代アートの祭典岡山芸術交流、はい、そして岡山マラソンもあります。多くの人が集まって、来られるんでですね、はい、そういった人たちの利便性も考え、より消費効果が上がるように11月にやらせていただこうと思ってます、うん。
なるほど。じゃあこう皆さんの動きも見極めながらというところで11月なわけなんですね。はい、おっしゃる通りです。はい、あの物価高騰が長期化する懸念の声も聞かれているんですけれども、さらなる対策についてもお考えでしょうか。そうですね、なかなかね、特に、はい、農水産物っていうか、そちらの農業に従事している方など大変なんですよ。なぜかっていうとね、このやはりもう生産が決まってるじゃないですか、はい、最初に種を植え、もうできる過程っていうのは最終的なアウトプットほぼ決まってるんで、はい、そうなるとその価格の上下、等々なかなか操作できないんですよね、はい、ずっと生産をね、そうですよね、最終の価格によって、販売価格によって生産を上下させるわけにいかないんで、はい、やはりその農業製品なんとかしてくれっていう声が非常に多かったんですよ。だから我々としてはですね、はい、農業の従事者に対してのなんて言いますか、優遇策っていうかね、はい、それを講じました。具体的に言うとね、8月から10月実施するんですが、はい、スーパーなどでね、岡山市産の農水産物を購入した場合、はい、商品の金額に対して最大 20% のポイントを付与していこうと、そういうキャンペーンを行っていくということであります。はい、以上が6月に我々決めたものなんですけれども、はい、今後もね、まだまだ我々としてはこの対策を講じていかなきゃならないというように思ってます。9月にもまた議会がありますから、その議会に、提出させてもらってね、さまざまな物価高騰対策は講じていこうかなというように思っております。はい、そうですか。確かに私たちが美味しい野菜とか果物を普段食べられるのは農家の皆さんあってこそなので、やっぱりそういう皆さんのためにもスーパーなどでお得に購入することができる、私たちにとってもお得ですし、農家の皆さんのサポートにもなるということですので、ぜひこちらはね、農産水物の、ね、購入にもしっかりと協力していきたいなというふうに感じました。やはり飲食店とかがね、落ち込んでいくとね、やっぱり農業の方々って苦しいんですよね。そうですよね。あと、はい、魚を扱っている方も非常に苦しいんでね、はい、我々としてはできるだけのことをやっていきたいなというように思っております。はい、今月も大森正雄岡山市長にお話しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、次回の放送は来月8月18日木曜日のこの時間となっています。以上、岡山市長の大森ラジオのコーナーでした。